はい、皆さんこんにちはでございます。ジョジョリアル、今日もやっていきましょう。ということで今回はですね、新しいガチャの話なんですけども、クエストの方いかがでしょうか。皆さんやってますでしょうか。ダービーのクエストです。ダービーのクエストはね、思いのほかすごくいいイベントなので、ダービーを、まあ、225凸する人もいれば、星3の上太郎等が、プラス100になるので、ステータス等がすごく上げやすくなっております。皆さんはどちらを選んでおりますでしょうか。全部言ってる方は言ってるかもしれませんね。ぜひぜひ皆さん魂をかけてください。ということで今回ガチャを見ていきましょう。ということで運営どうした説がありますね。はい、今回のガチャはですね、ディオが特別降臨されました。しかもなんと確率が、見ていきましょう。10連だった場合 5% もあります。どうしたんでしょう。そして、今はね、1日1回ログインすることによってディオの覚醒メダルがプラス1枚もらえるということになってますので、運営はみんなにディオ6を使ってほしいということなんでしょうか。はい、ですね、そしてマインドの方も見ていきましょう。マインドボックススキルマインドガチャということで、これも必ず回せばザ・ワールド、全く無力なものよが必ず手に入るという、もう何、運営はどうしたいの、どうしたいのっていうぐらいディオを使ってくださいと言わんばかりの特別降臨。もちろん私はハイディを持っているので引きませんと言いたいところなんですが、皆さんぜひぜひこの方見たいでしょう。ということで、シングルチケットが10枚、10連チケットが1枚等あるので、ディオが出るんじゃないかなと思います。引いていきましょうか。シングルの場合の提供割合は 5% 変わりませんね。なんで、もしかしたら1枚で出てくる可能性も、それではやっていきましょう。まあまあ 5% ですからね。いつも 0. 何パーとか、もう0からスタ、0のね、2人だわ。ね、もう引かなきゃ損みたいな形になっているんですが、まあ今星6がちょっと出てきて、ディオのちょっと強さもちょっとだいぶ落ちてるんではないかなと思います。ハイディオもノーマルディオもみたいなところになっているんじゃないかなと思いますが、まあこれをね、星6にして、ステータスがまたすごく上がると思いますので、そちらでね、どんどんやっていこうかなと思っております。まあ当たる気しかしないので、ちょっと画面が真っ暗になったんだけど、大丈夫大丈夫かな。ちょっと一旦止める。ちょっとね、大丈夫かな一旦止めますね。はい、すいません、再起動してきました。ちょっと調子が悪いようです。大丈夫でしょうか。次行きましょう。ちょっと怖いんだけど一回再起動してもちょっと言うこと聞かなかったんで、ちょっと大丈夫かな。なんかデータが飛びそうな予感もするんですけど、まあやっていきましょう。飛んだ時は飛んだ時だはい、まあでも相変わらず2人ですね。まあシングルでも 5% だからね。5%? でも 5% だよ5% 超え、そうね。はい、あ、これあるんじゃない、これ。あ、でも金かこっからクリスタルになってくれたらワンチャンない。もう金は金なのよね、変わらないかな。いいよ、いいんだ、君は呼んでいない。今君は呼ぶべきじゃない。当たらないかな。欲しかったんですよね、ノーマルディオも。うん、なかなかお目にかかることはあるんですけども、まあでもやっぱり強いって、まあハイディオと比べた時にやっぱり強いよって、ナイフディオは強いよってよく言われ、まあね、生放送とかで言われていたので、私もね、ついに慣れるチャンスが来たのですが、いかんせん出そうにないこの雰囲気。2人なんだよね、2人は本当にやめてほしいよね。アンジェロじゃないんだよねアンジェロは呼んでないんだよね。いや、 5% が引けないか、きついぞ。2人
頼む、来てくれ。え、なんかこれアンジェラの排出率も上がってんのかな。アンジェラばっかりなんですけども、これシングルさ、もういい加減運営さん、あの10枚貯まったら10連チケで引けるようにしてほしいですよね。まあ、その分確率が変わるからあんまりそういうの しないのかもしれませんが、これはちょっと1枚1枚ちょっとしんどいような気がします。この思い届けばいいんですが、そうなんですね。10枚貯まったらこう10連チケットに変えますかっていうようになっていただけたら、もっともっとね、回しやすいかなと。まあ私の動画の尺の時間がただただ短くなっていくだけなんですけども。あー、なんで2人しか出ないの。え、怖いんですけど、しげちなんですけど、あれ、これ星5出ない、何、フレンドガチャかなんかかな。ちょっとしんどい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 。ちょっと待って、特別降臨ですよ、特別降臨 5%。 え、ちょっと待って、特別特別感はアンジェロばっかり、アンジェロそんな好きじゃない。ちょっと特別感を出してほしいんですよ、今回のガチャ特別なんですから。頼みますよ、ラストのシングルです、頼む。オッケー、はい、今ロハン先生いましたね、あざす。はいはい、星5いただきました。これ絶対ディオでしょ、これ出すんですわ。あぶねあぶね、きた、よっしゃー。ということで、ついに私もノーマルディオデビューいたしました、ありがとうございます。まあまあ用途と知れてめちゃめちゃ強いです。さてここからが問題ですね、マインドガシャ。待ってよ、これは、普通の10連じゃ出ないのかな。ザ・ワールドと全く無力なものがないとちょっとしんどいんですよ。ちょっと1回引きます、1回しか引けないんですけど、これで頼むよ、出てくれ。なんか久々に、はい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 、でもこれは絶対ね、金金金、銀じゃダメなんだって、銀はダメ。ねえ、お前じゃないよ。 OK、 はい、いただきました。多分一つマインド、これも確定ですね、いただきました。ディオマインド来い。はい、いただきました、全く無力のものよ。もう一枚来い、もう一枚来い、もう一枚、もう一枚、もう一枚。これでさ、10来たらもう、むすごの敵飛びかかれ。当たったんでちょっとねテンションは高いんですけど、いやー、これ神引きですわ。もう一個来たらもうこれ完全制覇ですからね。金来い、金、金になれ、金になれ、金にならない。やっぱ一回再起動したのがね賢かったな。あれ、これ持ってたっけ俺。金金金、はあ、金、銀、ブーン。おい、いただきました。ここでもう一個くれば、全く無力なものじゃない方がいい。頼むよ、来い。天才か、私は天才なのか。え、これ絶対出るのかな。こんだけドヤ顔してたら絶対出るんだって、ちょっと恥ずかしいんだけど。もうこっからもうサクサクいきますね。はい、銀。え、これ絶対出るのかな、そんなことないよね。はい、ということで、あ、これスキルじゃないんだ。うわ、ドヤ顔したけど、うわー、違ったはい、ということで全く無力なものよ、バトル中を使用できるマインドレベルが上がるとスキルの性能が高まるということで、時を止める方が欲しいんですが、これがボックスガチャなんで当たるかもしれない。頂上決戦とか、無駄無駄無駄、上下流決闘は厄介です。ここら辺はね、まだ
持ってないんですけども、ザ・ワールドがやっぱないと結構ちょっとしんどいかなと思いますので、でもあと5個貯めたらもう一回10連が引けるので、またこれはねライブ配信等で引けたらいいかなと思いますが、無事にね、まあ、ディオのスキルバインド1個とディオが当たりましたということで、まあ今回は神引きと言っては過言ではないんじゃないでしょうか。まあ 5% なんでね、皆さんも多分当たってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、私は初めてのノーマルディオゲットいたしました。皆さんはどうだったでしょうか。この動画が面白かったと思えばぜひぜひグッドボタン、まだチャンネル登録されてないそこの君、今すぐチャンネル登録をするのだ。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。